はい、ご無沙汰しておりました。わさび改め旬わさびです。何で旬がついたかぐらいはね、いつかそうですね、まあ、コンサートに来ていただければお話できるかなみたいな。旬わさびで一応旬わさび、今が旬ということで、はい、いつまでも旬ということでやっております。やっております。で、はい、まずはもうすぐなんですけども、来週ですね。来週ですね。はい。10月。10月19日。そうです、ね。土曜日。はい。午前11時スタートということで。はい。代官山のスタイア商店。商店。そうです。おしゃれな。おしゃれな、ところです。ところです。はい。復唱してるだけですけど。音楽スペース、なんかすごい新しくできたそうですね。そこの音楽のフロアが。まあ、新しくなりまして、はい、でライブができるような感じで、ライブができる、はい、グランドピアノが入りますと、グランドピアノ、そこでですね、レクチャーコンサートをさせていただくことになりました。恐れ多くの、そうです、私たちがレクチャーコンサートをするのも初めて、そうですね、うん、そこでレクチャーコンサートをするのも初めてということで、お、はい、第1回目ということで、第1回目ということをさせていただきます。はい、まあ、よくね、その合唱をやられてる方とかね、よく先生に、ね、もっとこう感情込めてなんて ね、言われることがよくよくあると思うんですけれども、一体どうやったらそういう声を出せるんだいみたいな、まあまあ、なかなか難しいところなんですね。難しいですよね。感情込めてるつもりなのに、なかなか伝わりきらないみたいなね、難しいところありますよね。そこをですね、はい、一番手の歌詞が。わかりやすく説明をすると、これハードルをね、どんどん上げていくスタイルでね、やると、はい、まあ、ぜひぜひ、はい、まあ、いろんなちょっと仕掛けを考えておりますので、はい、まあ、歌もね、皆さんがわかりやすい、うん、まあ、心にグッとくる曲を選んでおりますので、今回はそうですよね、皆さんも知ってる曲もあるし、初めて聞くけど、興味深く聴いていただけるような曲もね、ありますご用意して、はい、全部日本語の曲が歌詞ですね、聴きやすいです、はい、もう曲もいい曲ばかりなので、はい、ぜひね、これを機会に、はい、これがなんとやね、お安くそうなんですお楽しみいただけるということで、はい、あとワンドリンク込みで税込みですね、そうです、税込みで軽減税込みが税込みか、一応あれはなんとね、イートインになりますか、イートインになるのかテイクアウトじゃないですか、イートインしてもらわないと、イートインしてもらわないと、はい、1時間くらいで、ね、コンサートで、そうですね、1時間レクチャー、はい、入ってギターあり、まあ、レクチャーありの、マミナーあり、はい、はい、あるじゃないですか、はい、コンサートになっております。ぜひぜひぜひいただければと思いますので、いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。そして来月、そうですね、11月の16日、これもまた土曜日ですね。そうですね。はい、土曜日は、文京区にあります、ね。文京区にあります。名曲喫茶、家電。そうです。はい。というところで、まあ、ライブをね、させていただきます。ここではまた私たちのファースト、そうです。アルバムが出来上がっているだろうと。そう、その予定で。その予定で進めておりますので。はい、皆さんご存知の曲もあれば、なんとね、オリジナルの曲もね、そうです、見れちゃいましたね、はい、今度続々に発表していくので、こちらも合わせて、はい、いただけたらと思います。こちらの詳細についてはまた後日、後日ですね、本当後日後日って言っていつ発表するなんてやろうね、なんとね、また今回ですけどね、そちらでっていうのが危ないですから、ぜひぜひ思っておりますいつもね、いつも寝ていただいて、そう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 、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ来ていただければと思っております、思っております、本当に、はい、楽しんでいただけるようにね、そうですね、はい、頑張って練習して、はい、練習していただきます、ぜひぜひよろしくお願いします、